井さんにリスです。お願いします。ありがとうございます。ちょっとテンション間違えた、これ。大丈夫、大丈夫ですか。昨日の下げが残ってるな、これ。奇跡の塩こじからですね。やばい、下げ用意してもらった方がよかったな。どうも、料理の井さんにリスです。お願いします。ありがとうございます。ちょっとテンション間違えた、これ。大丈夫、大丈夫ですか。はい、僕こんな感じなんで、いつも。はい、はい、YouTube チャンネル。昨日の酒が残ってるな、これ。お酒を作りながら料理されてますもんね。はい、今回作っていただけるのが、ネーミングがあるんですよね。そうですね。なんだっけ、奇跡の塩こじからですね。はい、結構皆さん、僕の活動知ってる方は知ってると思うんですけど、このレシピ超珍しくて、旨味調味料使ってないんですよね。はい、でこれが僕のレシピではかなり珍しいタイプ で、むしろこれは塩麹の旨味に頼り切って、作るっていうのがすごく良くてですね、なんていうのかな、味わい的には結構この専門店っぽいような、はい、味わいになります、これが。はい、じゃあやっていきましょう。僕ね、揚げ物するときはこういう小さいフライパンで、はい、やっていきます。今油高いじゃないですか、ね、油もめちゃめちゃ高いので、こういったもので、まあ、鍋底1センチぐらいの、油でやっていきます。はい、これがね、ご家庭がね、やっぱ唐揚げをあんまやらないっていうところになってくるんで、小さめのフライパンがおすすめです。はい、でここ、加熱して、揚げ物モードか、これちょっとね、いつも使ってるやつじゃないからね、これこうか。はい、これぐらいでやりましょう。はい、で、これはなんだ、これ酒か。はいはいはい、 OK です。で、まあ、今回揚げ物、やっていくんですけども、まずは鶏肉漬け込むか。はい、はいはい、今回ね、もも肉を用意しました。で、胸肉でも美味しいです。どちらかというと僕胸もすごい好きですね。はい、ももはジューシーに仕上がって、胸肉でやると、もうなんだか、あ、これ胸肉なのかなっていうぐらい柔らかく仕上がります。はい、先ほどジューシーさもしっかり引き出すというお話ありましたもんね。そうですね、はい、あ、これね、あんまり切れないタイプのね、包丁ですね。ちょっとギコギコしちゃうかもしれないですけど、僕ね、ちょっとね、昔、あ、切れねえな、これ。これね、昔ね、俺ね、テレビ番組出た時に、テレビ番組で大体ね、こういうスタジオで、収録するんですよ。で、その時にそこのキッチンスタジオの包丁が全然切れなくて、ね、ネットにね、こいつ包丁も使えねえじゃねえかっていう感じでめちゃくちゃね、叩かれたことありますね。はい、そうだったんですね。そうです。はい、だからね、ちょっとね、これはちょっと包丁のせいにさせてもらっていいですか、これもね。あ、でもね、全然切れる。はい、一口大ぐらいの大きさに、一口大ぐらいに切ってください。はい、はい、胸肉でももも肉でも大体同じぐらいの大きさに、大体同じぐらいの大きさで大丈夫ですね。はい、わかりました。まあ、こんな感じで、はい、切っていきます。まあ、1枚肉であれば、まあ、何等分かな、9等分か10等分ぐらい、やっていただければいいかなっていうふうに思います。はい、わかりました。で、肉が切り終わりましたんで、こちらに、入れてですね、でここでもう液体塩麹ですね。はい、大さじあったかな、あるね。はい、大さじ2と2分の1。はい、やっぱり液体というところで測りやすいというのもあるんでしょうか。測りやすいですね。うん、でこれやっぱり、まあ、粒タイプもね、悪いわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりさっき言ったように焦げやすかったりとか、あるので、やっぱり固形のものが入ると、なんで液体が非常に僕は気に入ってますね。使いやすいです、本当に。はい、今鶏肉に液体塩麹が入りましたね。液体塩麹入りました。はい、はい、で、これお酒ですね。ちょっとこれお酒の風味をつけます。お酒が大さじ1、はい、大さじ1ですね。はい、はい、で片栗粉です。片栗粉ね、ちょっとこのお肉にも混ぜ込むと衣がね、つきやすくなって美味しいんですよ。はい、なんで、片栗粉を少量だけ、入れます。
で今回は、カツオ、カツオ節、でございます。でカツオ節をちょっとこうあのこうすって細かくしたものね、カツオの粉ですね。はい、僕結構、動画ではやるんですけども、こいつを 2g、はい、これで旨味の相乗効果が、塩麹とこの鰹節の、旨味の相乗効果がありまして、なんで、旨味調味料がなくてもですね、あの非常に上品な、旨味が出ます。で今回、ニンニクも生姜も使わないんですよね、はい、これがね、あのあえて使わずに、この塩麹の香りを生かすっていうようなやり方をしました、はい、ちょっとねあんまり僕らしくないレシピなんですけども、これがね逆に入れない方が美味しかったんですよ。入れたバージョンも作ったんです、ね、はい、揉み込んで、はい、でこいつは、まあ、15分とか、漬け込んでいただくと味が中まで入ります。はい、じゃあもう、漬けといたものがありますんでね、3分クッキング方式ですね、うん、あ、ダメか言っちゃう、それ提供がちぎいからちゅうことで、あのこう唐揚げですね、やっていきたいと思います。でちょっと手袋すっか、はい、でこれはね、まあ、15分から20分漬けたものになります。味がねぐーっとこの塩麹の味と、カツオのうまみがお肉に入ってます。はい、で、まあ、このお肉に片栗粉、ね、まぶします。ちょっとねこの、唐揚げはねちょっと、ね、特殊な揚げ方をするんですよ、はい、今ちょっとこの、片栗粉をまぶしておきます。まぶしてますが、まあ、あの揚げたい分だけ全部まぶしてください、はい、まぶして、ここまでは、まあいいね、これ普通の唐揚げと同じ手順かなと思いますが、はい、でもねちょっと小技を聞かせた方がね、あの YouTube でバズるんですよね普通の唐揚げでもいいんですけど、もちろん、ただねちょっと小技を聞かせてあげた方が、いいです。これねいろいろメリットがありまして、はい、旨味はこの塩麹、ね、液体塩麹で、つけております。はい、でで今回なんですが、これ、お酒です、はい、お酒に浸してあげるっていうやり方をします。はい、こうすることによって、ね、この水の膜が、できてですね、カリッカリに仕上がるんですよ、はい、でお酒でこの香りも出るという、はい、やり方でございます、はい、これ浸してあげると、うん、いい音がしてますね。そうですね、ちょっとビビりましたね、はい、で最初ねちょっと跳ねちゃったんですけど、ちゃんとこう水気切って入れると跳ねるなもうちょい水気切った方がいいかもね、はい、でこれをつけて水気を、切って、はい、こんな感じですね。あ、今回は跳ねなかったですね。でこれで揚げると非常にいい塩梅で、ちょっと強かったかこれ。お酒にくぐらせることでこう旨味をこう閉じ込めてる。そうですね、はい、あの、膜がねできるんですよね。なんでこれの利点っていうのは油が汚れないんです。はい、油が汚れずに、ね、あのね、あのカリッカリに仕上がります、あの衣が。なんでこれやってみるとね、もう非常に、あと水分、あの鶏肉自体の水分が逃げないんですよ。うーん、ジューシーに仕上がるんですね。ジューシーに仕上がります、はい、これで何分くらい揚げていけばよろしいでしょうか。火力にもよりますけども、はい、まあ5分とか、うん、まあ、いつも色で見ちゃうんでね、これね、あれなんですけども、はい、いい匂いが広がってますね。そうですね、 IH だとやりにくいなこれ。で温度的にはこれ、大体180度から200度ぐらいの、温度で焼いていきます、揚げていきます、まあ、揚げ焼きですね。
少ない油で揚げることによってこの、温度差が生まれてカリッとなりやすくなるんですよ。これね、こう返すときに空気に触れるじゃないですか。そうするとね、カリッと感がすごい増すんですね。はい、あ、いい色だ。やばい、下げ用意してもらった方がよかったな。唐揚げぴったりですよね。唐揚げはね、これはね、ハイボールもちろん合うんですけども、上品なお味なので日本酒とかにも合うんですよ、これ。はい、その味付けに合わせて、そうですね。で、あえてこれニンニクとか生姜とか強い香りの強いものを、こう入れずに、あの塩麹の華やかな香りを、生かしてますんで、これがね、非常に上品な、旨味の唐揚げになります。わ、もうね、揚げてる時の香りがもう塩麹の香りがふわっと広がるんですよね。もうね、揚げてる時から美味しい香りがします。鰹節を入れてるってこともあり、かなり和を感じる仕上がりになってます。うまいんだよね、これが。もも肉と胸肉の場合で揚げ方にはちょっと違いがあったりするんでしょうか。うん、そうですね、胸肉の場合はこれ動画でも説明してますけども、ちょっとで、ね、そぎ切りで、薄くスライスするんですよね。で、揚げ時間は、胸肉の方が、短いです。はい、なんかポーションをちょっと薄くすると、この何ていうんですかね、火の通りが良くなりますんで、はい、なんで、まあ胸肉の場合は何ていうんですかね、もっとこうコンパクトに揚げていただくと、胸肉ってね、揚げすぎるとパサついちゃうんですよ。はい、なんでさっと揚げが非常に、いいと思います。ももの場合はね、多少火が入っても全然こうジューシーなんですけども、はい、こんな感じですね。あ、いい色になりましたね、これね、いい色でございます。徐々に会場にもいい香りが漂っていっているんじゃないでしょうか。そうですね、このね、香りを、僕ね、うまみもそうなんですけども、この液体塩麹の良さは香りだと思ってます。これ上品な、ね、香りがつくんです。で、全部ひっくり返して、で、裏も、同じように揚げていきます。揚げ焼きですね。はい、見てください、いい色に仕上がってますでしょ。こういう感じで、はい、これが美味しいんです。焼き色がまんべんなくついているように見えます。そうですね、はい、このね、揚げがで、ポイントなんですけども、必ずこれキッチンペーパーに揚げてほしいんですよね。はい、油が落ちますから。で、このお酒を、で通した唐揚げと通してない唐揚げの、違いで一番多いのは、衣がね、油吸わないんですよ。だからすごくさっぱりとした唐揚げになります。はい、おそらくですがカロリー的にも少し下がってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、なんでね、あっさりとしたね、僕もね、最近油物がちょっとダメになってきて、はい、もう僕40近いんですけども、なかなか唐揚げ毎回なって思ったりもするんですが、これはね、バクバクいけます。はい、この量一人で食えますね、僕ね。それぐらい非常に良いさっぱりとした和風唐揚げになっております。またこれ減塩の液体塩麹で作るとまた健康志向の方にもぴったりなんじゃないですか。そうですね、はい、僕はね、酒飲みなんでね、減塩使ったら塩入れるかもしれないですけど、はい、出来上がりましたね。はい、こんな感じでございます。じゃあ盛り付けていきましょうか。さあ、盛り付けが完成いたしました。はい、で、よければこういうね、レモンが、非常に合いますんで、お塩の、はい、こちらで、奇跡の液体塩麹唐揚げ完成でございます。